デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、今日も暑いとこからお送りしております。まあ皆さん分かってると思いますけれども、今日はね、7月の25日なんで、皆さんがこれを見てる頃に8月に突入してると思いますが、暑い頃と思います。皆さんサバゲーとかね、どっか出かける際も熱中症対策、気をつけていただきたいですけどもね。アリシャンは涼しくサバゲーできますんで、ね、嘘です。え、それは嘘です。エアコン入ってます。はい、そうです、そうです。涼しくはないです。エアコン入ってるんで、外よりは、外よりは圧倒的には快適ですけど、セーフティー涼しい、ね、涼しいです、フィールドはやっぱりちょっと熱がね、やっぱりこうエアコン入れてますけれども、日の光入れたいっていう、思ってるので、開放感あるフィールドにしたいなと思ってたからこそなんですけど、はいはい、暑いよね、日の光はね、外よりは、あ、もう圧倒的に、でセーフティーに来れば涼しいというのがね、ありますから、皆さんぜひ、暑い時期アリシャン利用していただければね、はい、いいんじゃないかなと思います。アリーナシャングリラのホームページからね、イベントとかの情報はね、そっちに載ってたりしますんで、あとはね、一人でも参加できますもんね。できます、できます。はい、でもフリーゲーム一人で来たらさすがに寂しいので、フリーは2人以上から来た方がいいと思います。まあ、誰かお友達、そうです、まあ、もういなかったらお一人でも、そうなんですよ、バーサス沼がっぱできるんじゃないですか。1時間ぐらいしかでもスタッフつけないんですよね。そうなって、まあ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 、ちょっと状況にもよりますけれども、だからね、やっぱこうフリーで事前に予約が入ってる人だったら間違いなくいいんですけど、予約がない場合だと来たら、あれってもっと遊びたかったのにってなるかもしれないんで、ちょっと予約とかもね、入れてもらっていただいて、まさに夏なんかもう使っていただければいいかなと思いますよ。比較的快適にサバゲーができるんじゃないのかというところでございます。よろしくお願いします。さて、今回もやっていきますか。はい、質問、ぬるりとうなぎさんからの投稿でございます。デミちゃんに聞きたいということで、パドック名物といえばフェニックス、これを書いたのは暑い時期ですが、2人は動画の前で七輪で焼き鳥を焼いてフェニックスと乾杯してると思います。そうだね、全然暑い案外早かった質問まで。今ね、ちょっと時間短縮されてますんで、1ヶ月半ぐらいでお答えできてますからね、ぜひ皆さんコメント、ご質問お待ちしております。さて、フェニックスだけに、フェニックスブランドに関しての質問ですが、次世代にEB ピストンだけ買って入れてみるか、ふむ、別メーカーさんと少し違う感覚がと思った瞬間、EB ピストン、フェニックスギア合わせて効果は上がると書かれていますが、あえてギア単体、ピストン単体でも効果は出るというのを聞いてみようと思いました。はい、効果は上がりますね、はい、単品単品でも、うん、ただフェニックスブランドの次世代に関しては、全部の刃の高さとかそういうのも、そのハイプロテクションギアの刃の高さに合うように EP ピストンを作ってるんですね、はい、だから刃の厚みとかも、ハイプロにバッチリ噛むようにっていう設計の方法でやってるので、刃の長さが若干違ったりとかするんですよ、はい、ですから効果はそれぞれの素材が変わってたりとか強度が上がってるという部分ではバッチリあるんですけども、単品で使用するよりもセットで使った方がパーツの、本来の力、美味しさ、素材のね、素材の美味しさをしっかりと引き出してくれるわけですよ。素材の味を楽しめるっていう、ね、そうなんですよ。で、はい、なんだろうね、こう一個一個の単品パーツってカスタムパーツとしての最高のこう組み合わせを作ろうという部分に EP を入れてもらっても構わないんですけど、はい、ハイプロテクションギアだけを入れると、ピストンがやっぱネックになるんですよね。はい、ピストンが持たないとか、うん、なんでしょうかね、この炭素繊維入れてみたりポムで作ってみたりとかいろいろやってるんですけども、そのテストで、まあもうテストだけで軽く3桁万円ぐらいの試作を打って、
ぶっ壊してるわけですよ、はい、会長の名言がありまして、あの試作で50万ポンって捨てたのはきつかったなっていうぐらいテスト重ねてるんですね、はいはい、で自分もそのテストの時に参加させてもらってますけど、いろんな組み合わせをやっぱやってみるんですよ。うちのギアだけじゃなくて、だってあのノーマルのギアでピストン入れてみたらどうかなとかってやってみて、よくはなったけど願ってるだけの性能は出てないねとか、そういうのがあるので、はい、基本的に単品で効果がテストの段階ではいい結果を得てますけど、明らかに効果を さらに高めるという場合には、うん、全部セットの方がおすすめになっておりますので、うん、セットで使っていただいた方がいいかなと思います。はい、なんかあれだよね、焼き鳥だけ食べても美味しいけど、焼き鳥とビールだと確かにいいもんね。まあ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 、このくだりじゃないけど、七輪で焼き鳥焼きながらビール飲んだら美味しいよなって。まあそれがフェニックスって言わなくちゃいけないですね。あともうさらに微妙にこのぬるりとうなぎさんのところのツッコミをしながら EP なんですね、はい、EB じゃないですね、 EP ですね。ちょっと熱い風吹いてきたな。なんか今熱い風がムバってきましたね。なんで気持ち悪いくらいに今熱い風が来ましたよ。EP ピストンでございます。EP ピストン、はい、はい、A ピストンと覚えてもらえればいいと思います。EP は A ピストン、A ピストン、A ピストンや、うん、っていうことで、はい、覚えていただければと思います。長ったらしいのはね忘れてもらって、エバーなんとかっていうのは忘れてもらって、 A ピストンって覚えてもらえれば、はい、ということで、はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。